車の一番って考えた時にパッと思いついたのがメルセデス・ベンツ。整備に関しては本当職人みたいな人ばかり。やっぱり人間関係がいい。自分がその全ての面でレベルアップできるかなって。失敗を恐れずに挑戦できる会社なので。車が好きなので迷いがなかったです。チャレンジしてみてほしいなと思います。お客様に対しては最高の満足を与える、さらに感動を与える企業でありたい。それとあと事業に対してはこの会社で働いてよかったっていう自信誇りを持っていただくように、やりたいことをしていっぱいやりなさいっていう方針なんですね。とかくやっぱその社員同士のコミュニケーションっていうのがずば抜けていいんです。私研修も担当してるんですけども、入る前と入ってからでびっくりしたっていうのは、すごい硬い会社なんかなっていうふうにみんな思ってるわけなんです。でも実際はそうじゃないところが多いんで、ね、そのギャップに大概みんなびっくりしてますね。主には新車販売、新しいお車のご提案をさせていただいたり、車の点検と車検の整備作業ですね。事務プラス接客をさせてもらってますね。はい、まあ、メインは洗車ですよね。あとは車の取りに行く引き取りですね。お車を、分かりやすく説明して、メルセデスを好きになっていただく。俳優志望だったっていうところもあって、まあ、自分を何かこう表現したいとか見てほしいとか強かったので、そういう華やかな世界で働きたかったっていうのはあるかもしれません。っていうメルセデス・ベンツっていうブランドはやっぱり車が高価なんですけども、まあ、高価なやっぱり理由っていうのがあるんですよね。責任感とか緊張感っていうものは仕事に対してついたと思います。やっぱ自分がスキルアップしてるっていうのがやっぱ分かることが、まあ、嬉しいですね。最初は本当に大変だったんですけど、でも周りの方のサポートが本当にあって、なんかそのおかげで今こうやって今もまだずっと続けれてるので。困っていた時ですね、やっぱり力になってくれますので、入ったばかりでも不安要素はなかったですね。まあ、人間関係が非常にまあいいというところが一番思いつくところですね、はい、本当に仲いいなって思います。いいもの、いいお客様に囲まれて自分の身も引き締まる会社です。華やかな職場です。アットホームな明るい職場です。とても明るい職場です。高級車に触れるところ、やはりその普段触れないような高級車と触れ合えることです。普段あまり話せないような方々ともたくさんコミュニケーションを取れるところです。お客様と直接お話ができて喜んでいただけること。金融業です。二輪のメカニック。トラックドライバー。学童保育の指導員です。メカニックです。まあ、勉強してないとできないところない。ないのは嘘か。夏は大変です。やはりその知識を膨大ですので覚えることです。毎週フェアがあることです。クレームでの対応ですね。収入が上がったこと。尊重してもらえる。すべてですね。まあ、高級車に触れ合えることです。はい、飲みに行ってます。家でも車洗車してます。ドライブしてます。同じクラークの先輩です。父親。橋本課長です。尊敬してるし。カール・ベンツ。
両親です。素敵な女性になることね。億万長者。メルセデスに乗ることです。はい、自分のスキルアップのために雇ってくださった会社です。僕を育ててくれた会社。希望ですか。お疲れ様でした。はい、すいません、ちょっともうなんかすごいな、これみんな答えれるんですか。10秒っていうのがちょっと全然答えられない。